吉祥寺の花屋、花心の熊店長だよ。はい、まあそんな感じでね、今日はちょっとゆるい動画撮っていきましょう。はい、はい、今日は、はい、まあ、さやぐささんに、はい、まあ、ちょっと3個ほど質問を、はい、用意しました。はい、はい、じゃあちょっとまずじゃあ1つ目早速、はい、聞いていきます。はい、はい、今まあ手前に映ってるハーバリウム、はい、ハーバリウム、はい、花心では、はい、まあ、なぜハーバリウム、まあ、販売とか制作とか、はい、なぜハーバリウムを始めたのか、はい、教えてください。はい、まずハーバリウムのきっかけなんですけれども、実はあの前回の動画で紹介した比喩川島さん、川島さんの影響なんですよ。で、川島さんのお店は行ったことなかったんですけど、そのハーバリウムだけちょっと見せてもらってて、すごい面白いなって思ってて、やっぱり最初これ何で使ってるのかも分かんない、それこそね、ホルマリンとかなのかなって思ってたんですけど、なんかオイルで結構簡単にできるっていうところ でデザイン性もあって、ぜひやってみたいと思って、あの川島さんに土下座して、俺もやらせてくれって言って、そこから始まったんですよ。で、その時にハーバリウムで検索してもほぼほぼ引っかかんなかった。でもあの川島さんが流行るって言ってるんだから流行るだろうって思って、結構造花扱ってる人、プリザーブドは扱ってる人、いろんな方に声かけて、まあそれこそ佐藤さんにも声かけてって、もう佐藤さん声かけたらもう行動が早いって、僕が調べてない間にあの佐藤さんがどんどん調べて、やり方も調べて、で佐藤さんに教えてもらうみたいな感じで、ちょっと始まりました。はい、じゃあもともとは三枝さんは知らなかった、はい、知らなかった。なんかハーバリウム自体はもうそれこそだいぶ前から、うん、もうそれこそ5年前とかからあったらしいんですけど、うん、へー、はい、なのでまさかねここまでねこれ流行るとは思わなかったですけど、思わなかったですね。はい、というところでハーバリウムが始まったきっかけ、はい、比喩川島さんからということで、はい、ありがとうございます。はい、このあ、そんな感じで始まったんだと思った方はグッドボタンお願いします。はい、じゃあまあ、はい、ハーバリウムを始めたきっかけ教えていただいたんですが、はい、次、はい、まあ、チャンネル登録者1000人に向けて、はい、我々頑張ってるわけですけれども、はい、最近ついに541人突破しました、はい、来ました、ありがとうございます。まあ、今後その1000人に向けての意気込み、はい、ちょっと教えてください。はい、まず本当にここまでこの早いペースで、540人もいくとは正直思いませんでした。これも、動画を見てくださってる皆様のおかげだと思っております。でもね、もう1000人ないとまず広告がつけられない。で、別に広告収入で食べていこうっていうつもりはないんですけれども、それであのいわゆるボランティア活動だったり、まあ、そういう活動の動画もどんどん撮っていきたいっていうのがありますので、ちょっと1000人はねぜひ目標でやっていきたいです。河合さんも何かないですか、1000人に向けて。1000人に向けて、そうですね、やっぱりまあそのボランティア活動、まあ、具体的にはまあゴミ拾いだったりとか、まあ、我々できることって言ったら、まあ、お花の教室をまあ無料で開催したりとか、うん、そういったことだと思うんで、まあ、そういったことをしっかり、充実した形でできるように、動画にもできるような、ように、まあ、広告収入をまるまる慈善事業っていうとまあおこがましいですけど、そういったことができるように向けて楽しい動画作っていきたいと思います。そうですね、いろいろ企画自体はしてるんですよ。で、今高齢者施設のフラワーセラピーレクリエーションというのを今30施設ほどでやらせていただいてるんですけれども、まあそれもね、最終的にはそれこそ無料でやったりだとか、まあそれこそ無料まではいかなくてもそれこそ低い金額でやったり、まあその場合ちょっとその動画で撮らせていただいたりだっていう条件がついてくるかもしれないんですけど、まあ、そういう形だったりだとか、あとは子供とそれこそ高齢者をつなぐ架け橋、子供っていわゆる花育事業、農林水産省がそれこそやっている花育事業っていうのがあるんですけど、一応それの花育士っていう資格も僕持ってます。なのでそういうで、花育ってどういうことをやってるかと言いますと、そのお花を生けるっていうよりも、そのお花を生けるための器を作ったりだとか、結構そういうのがメインになってくるので、その器を使って高齢者施設でそのお花のアレンジメントをするっていうのも
ちょっとね、今後としてはやっていきたい事業の一つではありますね。そうですね、はい、やっぱりちっちゃい子と、まあ、その高齢者の方触れ合うっていうのは多分ものすごく子どもの教育にも、で高齢者さんの、まあ、アクティビティとしてもすごくよりなんか今までやってるレクリエーションなんかでもよりハイレベルなものだと思うのでやっていきたいですね。そうですね、はい、なんかこの授業いいなと思った方はグッドボタンお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあ、まあ、その今若干お話しいただいたんですけれども、はい、今後のその一般社団法人日本花文化推進機構としての今後の動き教えてください。はいはい、いやもう無事2月に、一般社団法人を立ち上げることができまして、でもうやりたいことをさっきの動画で言っちゃったね、言っちゃいましたね、言っちゃったのでまあそういうね、その、まあ、ボランティア活動だったり、まあその無償まではいかなくてもその非営利事業どんどんやっていきたいと思っておりますので、まあそれにもねやっぱりねいろいろと準備だったりだとか大変なことはありますので、まあ、それのねお手伝いをしてくれる方もねぜひどんどん集めてって、それこそボランティア活動をしたいという方もねどんどん集めて、それこそフラワーセラピーの方は僕がやってるだけじゃなくてその講師を呼んで、そのフラワーセラピーの資格を持ってる JMFA ブルーベルで検索していただくと分かるかもしれないんですけど、その内田先生が発行している資格あるんですけれども、そのセラピストと今10名ほどですね、はい、で今活動してますので、その授業とか参加したいよっていう方はぜひ、コメント欄ってちょっと難しいので問い合わせフォームから問い合わせフォームからぜひともよろしくお願いいたします。はい、この社団法人の動きいいと思いましたらグッドボタンお願いします。そのグッドボタンお願いしますって、はい、ハマってるんですか、はい、いやなんか YouTuber って結構その、はい、グッドボタンとか、はいはい、それこそ低評価でもいいらしいんですよ、うん、なんかそれこそ動いてくれてる視聴者さんが動いてくれてるっていうのが分かると、うん、なんかいいって聞いたことあるんで、要はちゃんとレスポンスがあると、はい、まあ、低評価だろうが高評価だろうが、はい、まあ、YouTube 側からあちゃんとした動画なんだなって評価してもらえるってことで、そうなんですよ、うん、でも低評価つくと僕のモチベーションが下がるので低評価ついたらかわいそうだなって思った方グッドボタンお願いします。お願いします。はい、ついでにちょっと母の日の宣伝しようか、はい、そうですね、なんかそれの動画も別で上げてるけど、はい、はい、改めて、まあ、はい、まあ、こんな感じでねチラシも頑張って作りました、はい、ね、ハートの器とか、あとね毎年、好評なのが動物のアレンジメント、すごく好評いただいてます。カーネーションで作った、なのでね母の日迷ってる方は、ぜひ花心に、注文いただければお作りいたしますので、ちょっと母の日に花心でお花頼めないという方グッドボタンお願いします。それだいぶグッドボタンついちゃうんじゃないですか。ところで今年の母の日は、はい、どうでしょうか。いやもうやっぱり高齢者施設やっぱり回ってるだけあって、そこからの注文がちょっと多いのかなっていうのと、あとまあね今後ともなんかまあ花やっぱり成果メインでやってるので、でまあまあ、ちょっと今後の活動っていうところで言えばよかったんですけど、増加事業、増加の装飾事業もやっていきたいと思ってるので、そうするとまた企業さんからの注文が来るようになって、母の日はまた来年再来年どんどん忙しくなっていくのかなと思っています。でまあね、そういう時に、手伝ってくれるスタッフの方とかも、ぜひ募集今後すると思いますので、なんか花心で今後2年後3年後でも働いてみたいと思った方はグッドボタンじゃなくてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、であとそうだ河合さん、そろそろ動画出ましょう、はい、僕はまだ声だけで声だけでいいですはいはいはい、まあねグダグダしてもしょうがないんでこの辺で締めたいと思います、はい、この動画、面白いなと思ったらグッドボタンそしてつまんないと思ったら、低評価ボタン、なんかこれあんま良くないね。そうですね、動き的に、はい、動き的に良くないね。で、まあ今後気になるという方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。